ボートレース下関第7レース予選競争開始です。第7レースも安定版を使用いたします。スタート展示は枠なり3対3でしたが、本番はピット離れ3号艇向井が強めという形で、2号艇孫崎が弱めという、その兼ね合い 1-3-2-4-5-6 作戦待機行動です。対戦メンバー1号艇落合直子、2号艇孫崎桃代、3号艇向井美鈴、4号艇弘中千歳、5号艇足立美穂、6号艇大山千尋、以上6名です。人気1号艇落合直子で1コーススリット方向へ先を向けます。さあ追い風効いているだけに1マークきっちり回りたいところです。そして2コース、地元は3号艇向井美鈴、久々の地元でのこの下関、昨日連勝発進、今日1回走り。さあ2コース、こちらは差し構えとなるんでしょうか。向井、3コースに2号艇孫崎桃代、4コース角4号艇弘中千歳、5コース5号艇足立美穂に大外、今日1回走り6号艇大山千尋、6コース。定番とは 2-3 コース入れ替わっての3対3、今も追い風コンディションです。スリット付近進入、インコースから1番3番2番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース1号艇落合きっちりトップスタートを決めております。さあ1号艇の落合がトップスタートから逃げる、引いての差しは3号艇向井、外に2番、後から4号6ですが、1号艇落合ここは陰線かろうして、どうやら逃げそう、3号艇向井の差しというところですが、1号艇落合です。2番3号艇向井、3番手は4番2番が並走、後方6番5番スタートは前提正常でした。1号艇落合トップ、そして2番手からは3号艇向井、3番手は4号艇の弘中、振り切って1-3-4、1番3番4番です。さあ早くも注目の3人抜け出す構えで1-3-4、後続は6番2番、最後方5番、1号艇の落合がトップです。そして2番手3号艇向井2周1番、3番手は4号艇弘中、1番3番4番です。水が入って4番手外に6号艇大山、5番手から押し上げる2号艇孫崎、最後方大きく水が入って5号艇の足立です。1-3-4、2周2マーク、1号艇落合直子がトップで2周2マークの旋回です。2番手は3号艇向井美鈴、3番手が4号艇弘中千歳、1-3-4、上位3艇変わらず1番3番4番レースは最終周回です。人気に応える陰線としそうなのは1号艇落合直子トップです。2、3艇進リードがあります。2番手3号艇向井美鈴、そこから4艇進から離れて3番手に4号艇弘中千歳、1番3番4番で最終1番、最後の向こう上面です。2連単13は 3.8倍、3連単134 7.7 倍を示しております。本命サイドでの決着ということになりそうです。1号艇落合直子トップで最終ターンマークの旋回、2番手3号艇向井美鈴、3番手が4号艇弘中千歳、あと4号艇弘中、まさかのアクシデント、136に変わっています。1着1番落合ゴール、2着3番向井ゴール、3着6番大山ゴール、あとは2番5番とゴールイン。4号艇弘中落水失格となっております。第7レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着6番、以上です。